オフショアタワーでの一件から一夜明け、魔法科高校に新たな春が訪れる。俺は2096年度から新設された魔法工学科に転科することになった。2年生に進級し、みゆきと共に平穏な学園生活を送るはずだったが、それを世界が許すはずもなく、そして波乱の日々が再び幕開く。新人類フロントのオフショアタワー襲撃は残念ながら失敗。国防軍を避難している方を背後で煽っているのは債務酒である可能性が高い。最初の運用試験を行うには格好の機会だ。しかしあの方に限ってそんな単純な話であるはずがありません。お前は誰のために怒っているんだ。そのテストに介入すればよろしいので。達也、私の命に従わぬと。俺に命令できるのはみゆきだけです。彼を止めることは誰にもできないのだからな。その上で奥様はあの方にみゆき様の恩義をお任せしているのです。これはパラサイトを暴走させる魔法なのか。行け、ミリオンエッジ。エイサ、よろしく。魔法師を兵器というのか。彼らはすでにあなたとミユキを絞り込んで、私はお兄様にどこまで許されているのだろう。よせ、ミキ。お兄様。魔法科高校の劣等生第3シーズン2024年4月放送開始。